送れるものなんですけども、郵送とかってそういう物理的なことですね。こういうのがないビジネスというのは僕はやっぱりお勧めしてますし、これからは特にお勧めということです。でネット企業の手段ですね、開設業の場合どれくらいの資金でというのを聞かれますね。お金どれくらいですかと、はっきり言えばですね、インターネット企業というのはですね、まあ、個人事業主で始めれば別に資本金もいらないですし、会社にする必要すらないですよね。で今会社もですね、もちろん1円から起業できるというところがあったり、合同会社だったら、まあ、設立費用とか、やってもら全部やってもらうにしても7、8万円ぐらいでできてしまいます。で最初はですね、もうネット環境があればできる、パソコンとネット環境があればできるという形でやった方がいいので、オフィスも借りる必要ないですし、まあ、ほとんどですね手持ちのお金でスタートできるというのはネット企業のところ、いいところですね。で、まあ、ただきちんとですね収益化できなければ意味ないので、ここはですね僕がおすすめなのは週末企業という形で、週末